それでは表題の文献について、マリアマが紹介します。今回の論文はそのスペルミスっていうのを考慮した、単語分散表現っていうのを提案しているっていう、論文です。で、すごいシンプルな方法で、そのスペルミスの単語と正しい単語のペアっていうペアのなんか辞書みたいなのを用意しといて、で、それを使ってその分散表現、間違った単語が正しい単語に近づくような学習っていうのを行うっていうような内容です。で、その内的で、その提案モデルを内的評価ですね、シミュラリティとかアナロジータスクとかで、評価しと、あとは外的に、ポスタギングで評価した時で、それぞれで有効性を示したというような内容です。はい。で、イントロダクションです。その単語分散表現というのを使うときに結構そのアウトオブボキャブラリーになるっていうことが多いみたいです。で、今回はなんかその検索のクエリみたいなのを結構なんか対象としてるっぽくて、その 15% というのは結構、スペルミスですごい大きいです。で、なんでそれにも対処できるような、分散表現を作りたいっていうのがモチベーションです。で、今回は、そのファストテキストの拡張として、モデルを提案しているっていうような形です。はい。で、ここからはちょっと復習みたいな形になるんですけど、スキップグラム、知ってると思うんですけど、なんかもう一度説明しておくと、コーパス、その単語の並びがあって、そのある対象の単語の周辺単語が、その II かな、あ、L か、L、プラスマイナス L の範囲で決めた時に、そのある対象としている単語と、その周辺の単語が近づくような、項がロスに入ってて、あとはその不例で、それとは離れ、周辺単語じゃないものに対してはそれと離れるようなっていうのが、2つで構成されているその質関数になってます。で、ファストテキストだと、その S のところが変わってて、そこのところがなんか文字 N グラムっていうので計算する形になってます。例えば、このバナナってやつで、3から5グラム文字N グラムで、だったら、これだけの候補があって、それを全部、和で表すような形で与えられているのがファストテキストです。で、今回はそのファストテキストのこの LFT っていうやつに加えて、L の SC ですね、スペリングコレクションロスっていうのを加えています。で、形としてはそのファストテキストの、ロスと2と、形は同じで、その中に入っているオメガの M とオメガの E ってやつがそのスペルミス、今回の、このペアを表しているもので、で、その間違っている単語を、正しい単語にこう近づけるような、損失っていうのがこの部分になっています。で、ラージ T とラージ M が、それぞれコーパスと、そのペアの、実証のサイズですかねで、なってて、それで、スケールすることで、その辞書とかコーパスのサイズに依存しないような形になっているっていうのが、今回のモデルです。はい。で、図で表すとこんな感じで、そのバードと、その W になっちゃってるやつで、それぞれこうなんか近づくように、学習をしているっていうような、こういうイメージです。で、使っているデータは、そのファストテキストの方では、Wikipedia を使ってて、で、あとはそのペアを作るにあたって、このデータセットっていうのを今回用意しています。で、これはその Facebook のなんか検索履歴ですね、になんか基づいて作られたものみたいで、なんかこうもしかしてなんか何とかかもしれないみたいなやつとかあるんですかね、ちょっとわからないですけど、なんかこう人手でこうちゃんと修正した時のペアっていうのを持っておいて、で、そこからなんかこのトリプレットですねの形式のものを作りいたします。で、それ中身は、その編集前のやつと編集後の文字で、その頭に入ってる C ってやつがその直前の文字列、今回は、3文字前までを範囲にして入れているはずです。で、この例、
でまあ表しているんですけど、まあ、ワールドのところがの L の部分が J で間違っている場合に、まあこれですね、直前の文字が3文字2文字1文字で、ないっていうのをこのファイっていうので表してて、まあ、このなんか、セットをこのペアからこのセットを作り出すっていうような形です。で、さっきの、まあ、提案しているモデルの学習時に、そのこの間違っどれくらい間違っているかみたいな回数をカウントできるので、まあ、そのスペルミスの確率に基づいてサンプリングをします。でその時に、まあ、この今回3文字前までを範囲にしているので、それで一番、まあ、最長一致するところを使って、まあ、サンプリングを行うというような形です。はい。で、今回そのスペルミスの結果を見たいので、まあ、そのスペルミスっていうのを二次的に発生させています。で、まあ、ちょっとこのパラメータ L っていうので編集距離とその単語の長さみたいなのをコントロールしてるんですけど、まあ、その L、R っていうのを大きくしていくと、そのどんどん、スペルミスが多くなっていくので、そのアンシーンってなってるやつの割合が増えていくっていうような形です。で、タスクは、まあ、この内的評価っていうのはこの3つですね。シミラリティとアナロジーと、まあ、そのスペルミスの分散表現っていうのがどれくらいこう正しい単語に近づいているのかみたいなのが最後に入ってて、そのスペルミスの単語を入れた時に、まあ、どれくらい、近くに、正しい単語分散表現が来てるかってやつと、正しいスペルミスのっていうのをその単語の周りに来てるやつ と、正しい単語の周りに来てる、その単語がどれくらい一致してるかみたいなもので評価をしています。はい。で結果がこれです。まあ、R を大きくしていくごとに、そのスペルミスの割合というのがどんどん増えていくというような形で、で、横軸に取っているのが α なんで、このスペルミスのロスの重みを、まあ、スペルミスのものの割合をどれくらい重要視するかみたいな形です。で、まあ、どっちで左側がと右側でそのデータセットが違うんですけど、まあ、大体この 0.2 よりも小さいくらいの範囲で、まあ、この R0 っていうのがまあ何もスペルミスがない時なんですけど、まあ、そこの性能を落とさずに、その他の部分っていうのの改善ができているっていうのが分かります。はい。でまあ、アナロジータスクにおいても、まあ、同様な傾向っていうのが得られています。はい。で、スペルミスの単語と、まあ、その正しい単語がまあどれくらいこううまくスペルミスの単語を正しい単語にどれくらい近づけられているかっていう評価が、次のこの最後の評価になってて、まあまあ、アルファをまあ大きくしていくと、まあ、それだけまあスペルミスの単語を重視するので、こう右肩上がりの傾向になって。まあ、まあ、適切にこう近づけて今回の定義している、まあ、ロスで、ちゃんと近づけられているということが分かります。はい。で最後に、外的評価ですね。今回はポスタギングで評価しています。で、使っているモデルは BILSTM-CRF で、まあ、そのエンベディングレイヤーのところに、今回提案しているモデルを導入するという形です。はい。で、まあ、結果がこちらで、ちょっと分かりづらいんですけど、まあ、テストデータが、まあ、そのスペルミスが入ってる時と、入ってない時で大きく分かれてて、でトレーニングデータが、まあ、そのどれくらいの割合でそのスペルミスが入っているかっていうので、まあ、3種類用意していて、であとはそのアルファをそのスペルミスのロスの重要視する割合っていうのを変えているっていうような形です。で、まあ、アルファが0っていうのは、まあ、ファストテキストのロスと等価なので、まあ、ファストテキストと、まあ、書いてあるっていうような感じです。で、まあ、結果から、まあ、そのオリジナル、まあ、何もない時の結果っていうのを、まあ、損なわずにスペルミスが入ってきた時でもその性能っていうのを改善できているっていうことが分かります。
で、まあ、そあとはそのトレインとテストで、まあ、全く違う、まあ、データになっていても、まあ、ちゃんと有効に働いているっていうのが分かります。はい、まとめです。今回はそのスペルミスの単語っていうのを考慮した分散表現っていうのを、提案しました。で、まあ、実際にその正しい単語に近づけられているということが確認できて、で、まあ、他の、まあ、その内的評価外的評価で、まあ、しっかり性能が改善できているということが分かりました。以上で終わります。